皆様こんにちは。ハンパスアートのいろはです。今日はハンパスアートでアジサイを描いていきたいと思います。使用するのはダイソーさんの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙に葉っぱと花の部分と光と丸の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちら使いやすいようにカットしておきます。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。黄色や黄緑色、緑色、ピンク色や水色などを削っています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。葉っぱの型を好きなところに当てて内側に色を入れていきます。続いて花の色を塗っていきます。白く開けたところに色を入れています。葉っぱにかかる部分は消しゴムで色を消してから塗っていきます。続いて花の型を合わせて内側の色を消しゴムで消していきます。光と丸の型を合わせて内側の色を消していきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでアジサイの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。